です。ここほんまの光じゃないんだって。たまに来る風が涼しい。暑いですよね。日出てます。いやーね、暑いね、太郎。暑いっす。暑いっす。ね、キムさん。いや、これ暑い。暑くないですか。全部は今頭から水かぶって全部水かぶった。これちょっとかに。いや、まだある。特に何も生まれません。大丈夫。今日の意気込みは。今日の意気込みは勝ちます。ああ、いいね。横にシミーさんがおるけど。今日キャキにしようもん。これ動画に載ってる。シミーさんはもうあの準レギュラーゲストみたいな感じで。準レギュラーゲストなんで。2、3回ぐらい出てきたからあれでしょ。船さん時代に。船さん時代に2、3回ぐらい出てきたことあるからセーフでしょ。船さん時代にしてでもあれでしょ。分かんなくなる人もいるでしょ。お久しぶりです。お久しぶりです。平和のお金がなってんの。あの広島じゃないや。札幌サポーター1広島サポーターに馴染んでるおじさんってことでね。馴染んでるよ。3年くらい前のちゃんとだったらきちんと歌えたよ全部。あれあれうるさいなんか黙れや。いやまあ今日も暑いんですけどぶっ倒れないように頑張って、お互い倒れないように気をつけましょう。本当ですね。まあはい、しっかり水分をしっかり取りましょう。そうだね。これもう35度超えたら不成立とかにしない。それがいいです。ノーゲーム。本田さんが後ろから朝6時くらいにするんじゃないか。後ろにカメラを向けると本田さんがスーッとまあいますね。だって朝6時だったらみんな集まれないでしょ。あ、もうそれでいい。早朝マラソンとマラソンとマラソンみたいな。早朝いいね、いいね。頑張りましょう。お疲れ様です。村上浩二。ホーム中2日で石山また試合がやってきました。以上の審判団です。まあ暑いですけど。そうだね。まあそこにつく。やっぱりホームで2連勝したいし、で広島としても今日は負けちゃいけない日だと思うんで、そこは多分選手もみんなコメント出してたし、そこをうまく見ながら、多分選手もきついけど2連勝しっかり飾れるように、この間みたいないい空気がちょっとでもできればなと思いますね。はい、本日はビッグオーレ等の会の皆さんに、まあ頑張りましょう。ほんまに倒れんようにだけはして、どうぞ皆様に大きな怪我なく帰りましょう。はい、このスタジアムを皆さんに一足に染めましょう。4、3、2、1。はい、お疲れ様でした。札幌、札幌戦ホームで1-0。ありがとうございます。ありがとうございます。我々コンサドーレ札幌から広島を守ると思ってます。素晴らしい。何が普通ですか。いやまあでも夏のこの連戦のスタートホーム2つを連勝で乗り切ったっていうのはめちゃくちゃめちゃくちゃでかい。うん、本当にでかいと思います。暑かったし、ね、うん、そう、でも広島はなんか、まあ、こんなこと言い出したら切れないですけど、中2日で向こう2週間休んでたみたいなんですよ。うん、川崎のね、あの激戦から2日で2日しか行ってません、ね、今日ということで。いやまあ選手もね、よく走ってたなとは思いますし、まあ、うまく戦ったんかなと思いますし、ホームの雰囲気も最近、なんていうんですかね、うん、本当にいいような、うん、ACL でホームで鹿島で悔しい、うん、終わり方したのは境かな、うん、なんか本当にめっちゃ声出るし、そうね、一緒に戦うっていうのがちょっとみんなも共通体験として分かったというか、あのちょっと変わりましたよね。そうだね、みんな目の色がちょっと変わったかなと思うし、最後の追い込みのところとか、
ロスタイムのところでバックスタンドの方からもすごい手拍子が出て、うん、あ今日勝てるビッグアーチだなっていう感じの雰囲気が本当に最後も出てたんで、うんうん、だからあの2試合とも一点差ってこともあるんですけど、うん、逃げ切ったそうだね、うん、いつもというか、まあ、今までだったらもしかしたらこう最後の最後 BS 劇場で追いつかれたのかもしれなかったところが今日は払拭してね、うんうん、あんまり怖くも今思いますけど、うん、家かやられる危ないんじゃないかな、うんうん、で今日はねピースマッチということで、あの広島としてはやっぱり8月6日を前にして大事な思い入れのあるところなので、まあ、そこでやっぱり勝っていい結果として残したのはすごく良かったかなと思いますし、やっぱりね、こう当たり前にサッカーを一緒にこう、ね、選手と戦えるサポーターとして入れるっていうのが当たり前にある今の日常っていうのが本当にありがたいなと今日思いました、はい、うん、あもう帰ってきたし、ね、いいニュースが結構どんどん出てきたりとかね、まあ、移籍の話とかあってネガティブな部分もあったかもしれないですけど、そこをね、じゃあそれではもうパトリックがいないからダメだとかじゃなく、今いる選手たちがしっかり自分たちがやるんだっていうふうに戦ったくれたこの2試合だと思います。また1週間後っていうか、まあ、また1週間しか会わないんですけど、うん、アウェーで頑張って、うん、チケットももうないみたいですし、パトリックは出ない出ない出ない、あそうなんですか、一応期限付き、そうそうこの欲しいのは契約上は出れない、うん、なので、まあ、でも怖い選手もいますけど、まあね、また広島本当にいいここまで来てるんで、うん、入り口がなんぼのもんじゃいでね、宇佐美もね、うん、なんぼのもんじゃいとって広島の戦い方を、あのもういい勢いをつなげたいってこのことですね。そうだね、終わりたくないです、ね、そうそう、今は本当に勢いがあるんだから、そこに乗っかる、乗っと乗せる選手をがサポーターにできることだと思うので、チケットが完売したということはそれだけ人がいるということですので、しっかりとツイッターで、あとあれですよ、最後まで見てくれた人に特典です、岩田チケット売ってますよこれしっかりちゃんと見とかね、ここまで見てくれた人に特典、ね、こいつは何喋ってんだよって言って切って、あの低評価したやつらは知らないよ、これは岩田入ってくるんですけど今ここまで見た人、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、喋っちゃいましたけど、ね、うん、岩田売ってますからね、な、うん、くなる前に、うん、絶対なくなるんでね、これあのポンタが言う前に広告が一回入るんです。俺が被せたもん、大事な大事な話がありますって言った瞬間に広告が入る、薄れるな創建美茶ぐらいが入るから、薄れるな、もうみんなスキップする、あ、分かった、5秒見てというわけで、また来週もあるんで、うん、ありがとうございました、ホーム2連勝でまた連勝広げていきましょう、ね、うね、行きましょう、ありがとうございました、はい、行きましょう。